皆さんこんにちは。本日はですね、タイバンコクでですね、日本をテーマにした博覧会が行われるということで、それがかなり大規模みたいで、ちょっと行ってみようということで。楽しみ。そんなわけで我々がやってきたのはサイアムでございます。はい。あ、ガンダム。あ、ガンダムだ。サイアムにガンダム。ガンダム、サイアムガンダム、あっちにもおるで。そう、あのサイアムはね、あれがあるんですよ。ガンダムパークじゃなくて、あのガンダムのなんかプラモデルがめっちゃ売ってる店。へえ、ガンダム人気や。こっちにもね、確かガンダムがあるはず。あ、あ、あれあれあれ、ガンダムだ。あ、そうそう、ガンダムベース。これあの日本でも横浜とかにあるよね。あ、ガンダムと妻。あ、いいね、写真撮ろうか。あ、なんか今日一段と可愛らしいね。本当に、うん、ありがとう。付き合って7年です、今日で。そうなんだよね、今日でなんと付き合って7年。何そのポーズ。え、何そのポーズ。これあれやん、初号機と0号機と2号機でサハキエルを倒す時の、うん、エヴァのポーズすんなよ、ガンダムの前でめっちゃ走って上から飛来するサハキエルを受け止めるっていう時の、こう電線をこうやって飛ぶっていう。こっそりエヴァに変えたろか、こっそり。はい、記念写真。エヴァベース作ったろかい。はい、チーズ。はい行こうかこの野郎、ガンダムで。しょうもないこと言ってないで行こう。え、見て、シャネル。え、なにこれ。え、わからん。赤い、赤い部屋だ。シャネルや。え、見て、シャネルの、なんか謎の入り口がある。ねえ、なにな、なにこれ。ブラックボックスみたい。 あったね、そういうの。レッドボックスや。はい、こちらサイアムパラゴンでございます。やってきました。はい、前あの水族館にも来たね、ここにある。そうですね、うん、ここのね、5階で日本博覧会があるそうです。行ってみよう。わお、あ、リスや。おお、かわいい。こういう装飾、毎回気合入ってるよねそうだね、タイはね。ね、装飾作る人も楽しいだろうな。楽しいやろな。うん、さきちゃんだったら何作る。私やったらどうしようかな、こう真っ赤な建物にこうシャネルを置いてレッドボックス。それさっき見たな速攻でパクる。あれにインスピレーションを得た。いや、インスピレーションとかまんまじゃないたまにいるよな、まんまパクってインスピレーションがとか言うやつ降りてきた。素直に言えよって思う。昔見た記憶で降りてきただけやのにさあ、5階やから。5階？エレベーターで。エレベーターで行きたい。サイアムパラゴンはもうほんまに流行、流行ですよ。サイアム自体がもうほんまに若者大好きちゃんシティやから。なんかおしゃれな街だよね、うん、で、ここのサイアムパラゴンはマジでなんか綺麗な。綺麗。バンコクの中でももう相当綺麗で、ピカイチ豪華なショッピングモールって感じがします、ね、ハイブランドもバンバンバンよ、うん、なんかおしゃれじゃん、こういう店も、うん、なんて読むかわかる？え？フェラガモ。ピンポーン。さすがに読めますよ。なんかズンドロビッチみたいな名前なかったっけハイブランドはね、ちょっとわかんないですよね、全然俺は、うん、興味があまりないんですけど。でもいいやろな、布とかが。いや、そうだろうね、絶対素材がいいんだね。絶対そうや。あ、うん、あっちや、エレベーター。え、車通ってるで、車。あ、ほんとだ。え、タイランドエリートです、ゆうた乗せてくれあの空港の送迎車と一緒やん、これ空港の送迎車だな、確かにあんな感じだったけどここ送迎するみんな歩いて見て回りたくない確かに。この前一時帰国した時に、うん、タイランドエリートのその空港のなんか案内サービスみたいな、うん、そう、空港着いてからその全部やってくれるみたいな、うん、もう家着くまでっていうサービスを受けたんですけど、うん、超良かった。良かった。ね、もう
ね、いっぱいいっぱい荷物持って帰ったからすっごく買って持ちきれんかったんな。そうでトニーもいるしベビーカーもあるしって中で税関への道もちょっと大変なんですけど、うん、もう飛行機降りてすぐにそのスタッフさんがいて、ね、でも車乗せてくれて、うん、ブーンみたいな。最高やった。あれ最高、ありがたい。あ、キズニアこれ、キズニアやん。キズシネマだ。キズシネマや。キズニアキズニアって日本にあるやつでしょ。間違えた。タイにもあんのかな、キズニアって。ある。あるのか。うん、ある。キズニアある。あるかな、わかんない。あれ、どっちの記憶やったかな。結構あるよね、キズシネマやってるところ。うん、ね、ありがたいね。ありがたい。これもう、これ本当にね、これめっちゃいいんですよ、うん。まあ、詳しくは以前動画出したのでそちら見てください。着いた。着いたぞ。あれ？お？あれ？あれ？映画館だ。映画館じゃん。あら？あら、これは一体。これは一体。あれ？どういう状況だ？あれ、サイエンパラゴンの5階じゃなかったっけ。パラゴン、サイエンスクエアじゃなくてロイヤルパラゴンホール。ロイヤルパラゴンホールってどこだろう。なんかでもすごい修学旅行生かわかんないけど、なんかめちゃくちゃ大人数座ってんだけど、ね、ここの映画館もすごいね。ここすごいよね、このベンチの置く余裕ベンチの感覚の空きようよ。確かにな、あんなに真ん中開けなくてもっていうオーディション番組ぐらい開いてる踊りたくなる。あ、奥かな。あ、奥かも、もしかしたら。あ、奥っぽいな、この奥っぽい。ある、うん、ちなみにここの映画館もすごくてですね、うん、以前あのトニーと2人で来たことあるんですよ、うん、ここで。ここに来てなんかソファーで座ってポップコーンだけ食って帰るってことやったんですけど、もうここ全部ソファーなんだよね。あ、すごいね。わーっと、そうそうそう、高級ラウンジみたいな作りやね。そうそう。え、ボーリングもある。え、あ、ほんとだ、ボーリングもある。はあ、すごい。あ、こっちすごいいっぱい。あ、書いてる、ほら、ジャパンジョブファイヤー。あ、ほんとだ、あ、ここだここだ。あ、それっぽいところ発見。ここだここだ。おー、すごい、日本博バンコク2023。おー、すごいすごい盛り上がりやな。おー、あー、すごい、すごい。え、見て、日本大好きって書いてる。あ、本当だ日本大好き。はい、入場しました。すごい奥行き。あ、見て、ご飯系もあんのかな。あ、ありそうだね。ね、なんかもう本当に日本のすべての文化をここに集めたっていう。うわ、楽しみ見よう。なんだこれ、フォトスポットだ。干し芋神社って書いてあるけど美味しそうどういうこと。干し芋神社だ。干し芋神社、浴衣で来てはるね、みんな。え、あんのかな、もしかして本当に干し芋神社って。え、なんかありそうじゃない、実際の写真じゃないこれ。わ、干し芋神社って本当にあるんだ。本当にあるでしょこれ。あ、ほんまやね、ほら、うん、え、なんでこれがチョイスされたんや。欲しい、望むという意味で、参拝者が欲しいものを手に入れられるように祈る神社ですだって。あ、だからより祈りが届きそうなやつをディスプレイしたんかな。うん、欲しいも神社知らんでいや、俺らの知識不足かもしれない。もしかしたら日本でもめっちゃ有名かも。めっちゃ有名な他にもあるやんおい、文句言うな。いや、文句じゃないけどさ、あ、これって言いたかった。確かに。しょっぱな知らん神社やったから確かに。いや、でも可愛い。可愛いね。うん、いいね。なんかちょっと干し芋の匂いせえね。なんか甘い匂いするね。ね、写真撮っていって。写真撮る、写真撮る。あ、はい。あ、はいはい。見て、リア君、カメラの数がえぐい。はい。
カメラの数がカメラの数えぐい。え、これ全部に撮られるの？これ、あ、スマホ渡すなんか、ね、あ、スマホなんでこんなにいっぱいあるんや。カプンカー、ありがとうございます。はい、写真のプレイ。あ、ここで写真が、あー、買うやつかな。そうかな。あ、すごい。なるほど、あれだ、この写真で180度みたいな、ガーってパノラマみたいに撮ってんだ。すごいね。すごいね。あ、でもめっちゃいい写真撮れた。あ、いいね。ね、まるで日本にいるかのようだ。ほんまやで。これでいっか。行くか。360度はちょっとまた今度ね、うん、ちょっと並んでるし、また今度でしょ、うん、あ、ドンドンキだ、情熱価格。マリア君の好きなやつや、ね、うわうまそう。生クリームが入ったパン。おお、招き猫。あ、すごい。あ、すごい。あ、日本人形やね。え、日本の。ここであれか、着物をレンタルできんのかな。あー、なるほど。浴衣とか、浴衣レンタル、うろうろできんのかな。なるほどね、すごいすごい。あ、そっか、それであの神社で写真撮ったりするんだ。なるほど、日本に来てる気分が味わえるっていう、ね、なんか各ブースがあって、うん、いろんな日本の企業が入ってるっぽいね。っぽいね、ブースに、うん、なんか登壇する場所みたいのがあるけど。うまや、ステージがある。先輩トークって書いてある。先輩トーク、いろんな先輩。 あれだわ、日本で働いてるタイ人の人たちだ。なるほど、うん、ほら、東京デザイナー学院だよ。あ、その先輩がここで登壇しはるってことか、うん、さっき学生たくさんいたけど、うん、もしかしたらあれかもね、将来その日本に行って働きたい子たちなのかもしれない。社会見学っていう感じで。そうそう、で、その先輩だからってことじゃない。あー、なるほど。ちょっとさ、うん、まずご飯食べない。食べたい。なんかさ、どっかからいい匂いはすんねんけど。ねえ、見当たらね。めっちゃ腹減った。あるご飯どこだ。あ、なんか、あ、なんか専門学校じゃないこれ全部。アカデミースクール。そうやね。あれかな、あれ、え、なんかそのフィギュアとかいっぱい飾ってるイメージあったけど違うんかな。ここら辺全部専門学校だ。でもなんか、なんか食べてはる人見た。そう、どっかでなんか売ってる。どっかでやってんの。あ、これは絶対あれだ、タイの学生さんがやってるお店じゃない。あ、ほら、店員さんがみんな若いし学生さんだよ多分。ほんまや、文化祭的な。そうなんかな、うんうん、タイの大学生だ。わ、すごい。ロクモモンやん。出雲大社。おー、あ、なんかサイコロあるけど。なんだろう。え、サイコロ振れるんじゃない。え、ロケ道のブースかな。一回無料。はい、こちらを一回無料。あ、ちょっとサイコロ振れるよ、さきちゃん。私サイコロに目がない人じゃないの。いやいやいや、サイコロ、すべてのサイコロ振りたいわけじゃない。いやいや、人類の中でもだいぶサイコロ振ってきた人だろう。無料、一回無料になります。あ、うわ、これはこちらは、あ、出雲大社のボードゲームになります。こちらはあの日本語学科の手作り。日本語お上手ですね。ね、お上手ですね。すごい、コキが生えてる、ね、こちらはあの4つのところがあります。1つ目はあのクエスチョンのところです、うんうんうん、あのここに当てればあの1から20から選んで、で私たちは答えを。あ、クイズだ、はい、クイズのところで、次はあの黄色のところです、うん、こちらは当てればあのこちらの商品でただでもらえます。おー、であの次はあの空っぽのところです、まあ、あの何も起きません。なるほど、なるほど、なるほど。こちらは占いのところです。ここは限定のところです。1つでしかありませんので。おー、の私の友達が占いをさせていただきます。占いしてくれるの。占ってほしい。占い師、はい、全部手作りなので。あ、はい、こちらも手作りです。これも、はい、あ、本当だ、すごい。うわ、ちょっと待って、俺テンション上がってきた。よし、俺さきちゃんと付き合って7年経つけど、さき、うん、ちゃんが目の前でサイコロ振ってるの見たことない。確かにね。あ、アイア
ムサイコロスペシャリスト、サイコロの、はい、はいはいって言われちゃった。サイコロの、はい。行きます、6出します、せーの、はい、4、はい、1、2、3、4、はい、あ、占い当たったね、占い当たったよ、やったー、やったやった。はい、さきさんですか、はいはい、さきさんは初めてです。あ、うそー、はい、占い初めてですか、このブースで占いところは初めて。すごい、すごいすごい、やっぱ筆記があるな。すごい、だって1マスしかない。占い師はまだ来ないですけど。来ないの来ないの来ないんかい、どうして来ない。もし占い師、占いが欲しければ、まあ、はい、あ、また来れば。あ、分かりました、はい、あと何分後ぐらいですか。ちょっと学生さんもさ、まさかやっぱ引くと思ってなくて全員困惑してる。それでも普通に、ね、お礼にさ、このサイコロ振らしてくれたお礼にさ、私のギャグを学生さんにプレゼントしようかな。みんな前で、ギャグのプレゼント、タイバージョン、あ、タイバージョンのギャグ、あ、いいじゃん。あ、アイアムギャガー、ギャグ、コメディアン、あとギャグをお礼にやってもいいですか。はいはい、いきます。ピーク街、ピーク街、超ピーク街、超ピーク街、超超超アロー、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 ビビビビビビフィニッシュ。かわいい、かわいい、トップンカー、トップンカー、バイバーイ。あー、楽しかった。なんてほっこりするイベントだった。めちゃくちゃほっこりしたんだけど。文化祭に来たみたいよね。そうで、しかもさ、さきちゃんがさ、占いのマスに泊まるのもすごいけどさ、占い師いないのもおもろすぎだろ。ゆるいね。ゆるい。でも私初めてギャグできてよかった。タイに来て考えてたもんね。うん、手羽先ギャグ。これさ、もしかしたら、うん、これ日本の大学だから、もしかしたら俺の母校あるかも。マジで。どこやったっけ。東京工科大学っていう。あ、東大か。東大。東大あるんちゃう、多分。なんかありそうだけど、あ、ここだよ。ここ。いや、誰もおらん。唯一誰もおらんけど。いや、ここ、ここ、ここ。ほらほら。いや、ほら、東京工科大学って。いや、ここ、ここ、某校。某校のスペース。某校、唯一誰もおらんで。ちょっと担当の人がちょうどいないから、何も話せないのが悲しいけど。ちょうどいないね。もしいたらな、僕昔通ってたんですって言えたけど。あ、はい。はい。いや、そんな対応しねえだろ。あ、そういう生徒さんいらっしゃいますけど。おいおい、冷めてんの。はい、冷めすぎだろ。あ、なんかこの先になんかありそう。あ、ね、てかもしかしたらこっちがあれか。そんな気がしてきた。その学生向けじゃなくて一般の、その日本の文化楽しめるブースじゃないか、これ。ね、間違えた、ちょっと俺。間違えた。間違えました。でも楽しかったね。うん、楽しかったね。あ、こっちやとさ、ご飯もあんのかな。わぁ、なんかすごいぞ。おお、文房具？日本の文房具だ。すごい。すげえ。東京。あ。あ。大好きなカップエビセン。カップエビセンのブースや。カップエビセンガールがいるぞ。おお、かわいいね。エビセンガール、かわいい。おお、かわいいね。見たことない味あるけど、カップエビセン。何味？エビマヨおにぎり味だ。何それ。バーベキュー味で、普通の味。あ、くれるの。くれるんですか。あー、コップンカー、コップンカー。え、これさ、桜のチップさ入ってるってこと。あ、そうだね。あ、コップンカー、コップンカー、優しい。これ1個買う。かわいいね。ね、かわいい。買うか。どう違う、味が違う？セイム？あ、セイム。同じだったよ。これ買うか。東京タワーか富士山かやで。
は悩ましいね、うん、どっちがいい。あでも東京から来たから、えあ、こんなに分かれる7年目の7年目のシンクロ率ゼロパーだ。さっきは選んでいい。え、いいの、うん、富士山がいいな。じゃこれをパプンカー、パプンカー、やったやった、すごい人気。すごい、何これ。あアクセサリー、招き猫とかだるまとかだね。あ、日本をモチーフにした、うんうん、へえ、かわいい。なんか嬉しいな、こういうのが人気だとな。嬉しいな、日本人としてな。7年目記念に何か買いますか、一緒に。あ、ほんまや ね、なんかラブラブみくじとかないかな。鍵とかにつける。あ、つけよう。それ日本のものでいいのかな、果たして。え、でもあ、わざわざ今日買う。いやでも今日が7年目だしな。そうやな、運命やな。運命だ、タイで買った日本のアクセサリーで。ややこしい。でもなんか縁起良さそう、うん、トニーの分も。あ、こっち来てだるま買えへんから私だるまにしようかな。ああ、だるま金色。お正月に毎年買ってたけど。猫だるまもある。あ、猫だるまも可愛いね。招き猫。え、リア君カエルあるで。本当だ。これはケロッピみたいな。ケロッピではないのか。いや、ケロッピみたいなものですね。はい、これにします。イエーイ。猫、うん、かわいい。リア君はアップバンクの時の色が青やからブルー。私は2号機の赤で、青と赤を混ぜると紫になるから、うん、トニーは紫。そう、トニー紫好きなんですよね、偶然にも。ねえ、そう、すごいな、さすが我が子。よし、これにしよう。よし、イエーイ、買いました、おそろい。187バーツ。うん、いや、嬉しい。嬉しいね、なんかこういうおそろいみたいなの結構好き。うん、私もワンピースの服だ。おー、公式ショップか。公式ショップかってちょっと非公式ショップタイで見すぎてるから珍しい公式ショップだガチャガチャだ、うん、日本のガチャガチャ。あ、でも倍の値段するね。うーん、まあね、1000円や。500円のやつ1000円だ。あ、エヴァや。あ、本当だ。これはおー、200バーツ800円。おー、まあまあ、タイガチャガチャ人気よな。人気、日本のめっちゃ売ってない。ガンプラめちゃくちゃ売ってる。なんか日本では手に入りにくいガンプラとかもタイなら売ってそうな感じするよね。あー、確かにそういうのあるかも ね。エヴァはないか。エヴァはエヴァがあったら前の方に引き出すねいつもやってるんだ私いつもやってるんだから、おい、ちっちゃい頃からやってるんだこれだけは。あ、てか一番くじじゃん。ほんまや。え、やってるんや。やってるやってる、一番くじだ。うわー、これめっちゃいいな。あー、オレンジピッコロやん。ね、セルマックスもいる。スーパーヒーローの欲しい。うわー、でかっ。うわ、これとか超いいな。あー、いいな、ブーね。これはちなみにいくらですか。いくらやろ。あ、420バーツ420バーツ、うん、おお。高え1700円あー、1回1700円は普通だって700円とか800円やもんな。そうだね、高くても800とかじゃない。ひえー、なんだか、ひえー。じゃあ、そっか、エヴァで、エヴァの一番くじもこっちでできると思ってたけど倍ぐらいするんやな。するな、いつもよりヒリヒリするな。いや、ちょっと1回2000円近くの一番くじでなあ、ちょっとクリアファイルとか出たらちょっとちょっと心折れるな。心折れるかもしれん。あ、誰やろ。あ、バンコク48だ。あー、すごい。
ายขวานะครับโอเคครับผมนะครับไม่อยากจะเล่าว่าเคยยืนคู่กับชิเมจูมิโตะชิเมจูมิโตะเนี่ยว่าตอนนั้น BNK48 だすごい人気やねね、すごいตอนนี้น้องให้ไปยืนกับพี่แล้วタイのもう国民的アイドルなんだすごい人やねすごい LDH さんのブースはね LDH エグザイルとかあーここはエンタメとかかそうだねエンタメと美容とゲームだガジェット系あ、リアーくんご飯発見したおああったあったうわ来た来たご飯ブースだわーたどり着いたすんげー人の量ねーすごいなねエビが売ってるあ本当だエビだフードブース発見ですよ、ね、うわなんか食べよう食べようラーメンあるねあラーメンカレー豆腐シェイクわ美味しいあ札幌やって札幌だバンコクナンバーワン、うわ焼肉この匂いかうまそう食べてええんやでえ食べてええんやでいいのお祭りや境、まあ、これで食べるなって言ったら鬼だよ、まあ、昼飯食べてねえのうわうわ美味しそうみすじ水筒から 2,3 キロしか取れない、レアな部位だ食べたいねみすじ焼きすき丼これですかここは何屋だうなぎだ焼き鳥ですあ焼き鳥焼き鳥屋うわ美味しそうわいいね串焼き丼おセットとか、あセットするいいねうわ美味しそうイエーイわあ、美味しそう美味しそうそして焼き鳥に合うものといえばおにぎりだよねちょうど隣がおにぎり屋だったこれはね買うしかない鮭いくら明太子鮭ちりめん濃厚卵それ美味しそう卵漬けうわあ、鶏ごもくしそ昆布うわちょっと卵黄漬けに惹かれている私もスーパーアロイですスーパーロイスーパーロイ、はい、80バーツです卵漬け食べたいね焼き鳥とご飯一緒に食べたら美味しいですか最高です、ね、最高です最高です食べたかったありがとうございますありがとうございます、はい、デリバリーもやってます、はい食べよう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 美味しそううまそうサワとネギマとうなぎとこれなんやろこれなんだ牛か牛かな食った直後におにぎり行きたいねこれ行きたいなスタンバルちょっとうなぎ行きたいなうなぎうなぎどうぞどうぞいい、うん、いただきますタイで初めてうなぎ食べるえぶーうまっ絶対うまいじゃんなんかこのお祭り感も相まって最高やくー飲みたいスーパードライも売ってたねいやあやっちゃったあ大丈夫かマイペンライマイペンライこの肉行こうかなうんうん謎や牛かなうまうま牛タン？え、マジで？うまい。うまい。とにかくうまい。めちゃくちゃうまい。うわあ、ネギダレがいいですね。塩ネギダレで。ちょっとおにぎりっていい？うん。卵黄むすび。おー、美味しそう。うわ。うめえ。うま。中までぎっしり。うん。お、すごい。あ、うま。まさか二人して一緒のもの頼む。ああ最高。最高。最高のやつやってる。卵と合う。うわあ、ビール。飲みたい。美味しい。
わすごいね。あめっちゃうまい。うん、えこれ家でも作りたいな。あ確かに ね。作ろう作ろう。うん、日本食うめえ。強いな日本。日本はすごい。うん、大人気だからさ、うん、タイの人たちもさ日本食やっぱめっちゃうめえと思ってるんだよ。ね、日本の文化とかもね大人気、嬉しいね。うん、おやつ。おにぎり食べた後にエビマヨにぎり味を食べます。あ、無理。タイのね、これ系のお菓子そうやって開けづらいんだよ。開けれない。でも日本がさ、すげえ開けやすいんだよ。そうか。おー素敵。これちゃん。これて。これてた。ああ。ちょっと気持ち悪い。やめて。これてたって言った。ああ。じゃん。あ、入ってた。普通のエビせんだけど中にこの形が入ってる。当たりやん。うん、おうまっ。え、ツナマヨ、エビマヨだよ。エビマヨか、間違えた。あ、おいしい。ちょっとちょうだい。わぁ味濃い。うん、マヨネーズの味が。え、おいしい。めっちゃうまいこれ。あ、おいしいね。ね、うまい。子供好きや。うん、めちゃくちゃ好きこれ。うん、子供っぽい味がする。うん、エビマヨ味めっちゃうまい。プニンにお土産やな。お土産だ、お土産。プーして。お芋だ。あ、試食。お芋の。あー。ノンシュガーの。ノンシュガー、甘いんだよな。芋って。キャラクターフォロー。あ、本当。オッケーオッケー。これもしかしたらガイドブックとかに載るかもしれない。あ、なるかな。うまー、めっちゃうまい。うん、うまっ。うまっ。うまい。おいしい。赤いキツネと緑のタヌキがすごい叩き売られてる。年越しに買う。確かに我が家いつもこれやん。確かにな。うわ、函館ソフトクリーム。あー、これかみんな食べてんの。いいな、マルコメ味噌だ。おー、マルコメブース。あー、これ使ってたな。よく使ってた。これ味噌バーフリーだ。フリー味噌汁だ。うわ、もらおうぜ。フリー味噌。フリーばっか食ってる。もらってばっかで。並んでまで。いやでもちょっと味噌汁飲みたくなっちゃうな。飲みたくなっちゃうな。え、見て、具材を2つ選べますだって。おー、え、コーンとかチーズとかあんだけど。何がいい。珍しい。珍しいね。え、チーズいきましょう。え、じゃあチーズともう一つおすすめ何かある。あ、海苔。あ、じゃあ、チーズと海苔。チーズ海苔初めてや。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。マルコメの人がうまいって言うんだから絶対うまい。絶対そうやね。じゃーん。おー、チーズと海苔。チーズ味噌。うわ、伸びてる。めっちゃうまい。うん、マジで。あ、うまいうまい。あ、美味しい。こりゃ意外。マジか。なんかチーズの塩味が味噌と合うわ。へえ、うまいうまい。あ、うまね。なんだこれ、知らんかったわ。ね、チーズと味噌合うの。味噌汁にチーズ。さすがはマルコメ。うまい。や、味噌汁っていいな。やっぱ日本人の血液やな。銀のサラダ。わあ。お寿司買えるんだ。へ
平和、寿司食いてあ、すごいうわ、めちゃくちゃ食いて寿司寿司売ってるよ五感セット買うちょっと買うか、うん、せっかくだしうちらは お祝いの旅に銀の皿食べとったなあ、そうだ、うん、忘れとったいや、忘れてないあ忘れてる忘れてるあ、銀の皿うちはありがとうございます銀の皿うちは初めてやわ、こんなんうわ懐かしい銀の皿うちは持ってた初めて見たよ初めて見たあったんやインド皿のうちわってあったんやうわ美味しそうえどれでもいいよ、好きなの選びなあでもこれも油入ってるからこれにしようかなこれうんあじゃあこれを一つ特上寿司五感セットイエーイお寿司買ったイエーイ200バーツオフ券ももらったえ結構でかい800円、ね、やったねうわそして目の前に お酒のコーナーだ日本酒買えるやん本当だ見て日本酒の樽がぎっしりうわ本当だ日本酒だすごい酒の森だおじゃあここで別行動というかじゃあ日本酒ちょっとね僕は飲めないんですけどめっちゃ飲みたいんじゃんいやいやいや試飲かなと思った曲だけやった試飲しようとしたまたただで飲もうとした試飲ぐらいがちょうどいいね量的にあでも見てちゃんとバンコクのルールで2時から5時は販売できませんになってるじゃあこのブースは2時までやとりあえずねちょっと買って帰りたい感じはあるかな買って帰ったらいいやん行ってきなよせっかくなんだからうわ売ってる売ってるよひえー売ってる全然この機会に一つ買って帰ればちっちゃいやつ買おうかなこれうん兵庫の神戸のやつやあ地元のお酒だこれ買ってママとパパのこと思い出そうと絶対思い出さない絶対思い出さないでしょママとパパ恋しいからいやママとパパって言わないでしょさきちゃんよかったねうん神戸のアジアでやっぱりな買いました日本酒、嬉しいちょびちょび大切に飲もうちょっとトニーも連れてきてあげたいなそうだね土日もやってるから明日も行くか明日も来るか全然ありだねあ、魔女宅だおほまよお、キキだキキだあ、ここは手作りカラー作りましたあ折り紙ね折り紙あ、かわいいここはいろんな作家さんのあれかなアーティストデザイン、はい、クリエイター手作りなもの手作りの、はい、で販売しているあ作ってクリエイターの人たちがみんな作ってるんだへーありがとうございますありがとうございますこういうコーナーもあるんだ ねタイのアーティストさんが売ってるんだちょっとコミケ感があっていいねねえみんなコスプレして売ってるわほんまやんわかわいいかわいいこのシャツえ、かわいい猫だらけシャツえ、めっちゃいいよあ、かわいいはい、タイ語でタイ語でへぇ日本語だですからあ、タイ語で俺の名前書いてくるんだってえ、いいねえ、あ、日本語でリオナリ、リオナリリオナリとリオヤ2つ2つ無料で書いてくるんだって、タイ語で書きますよってへぇそうやって書くんだ嬉しいおうわーすげえそう書きましたか自分の名前タイ語で見たの初めてねえ嬉しい、リ・オ・ヤオやっぱ3文字は3文字、うん、これはどこが区切りかわからんねねえすごいあ書きたい？あ、いいんですか？
似顔絵描いてくれんだって。あ、え？似顔絵も描かせてくださいって似顔絵描いてくれる。すごいね。かわいいキーホルダー。これはあなたが作ったもの？描いた？違うお店なんですけど。違うお店や。違うお店やって。違うお店なん？え、あなたのお店じゃないの？ここ。これでしょ。あ、ここまで。ここまで。小さいもんで。あ、ここまでだった。ごめんなさい。友達。今日初めて会った友達というか。今日初めて会った隣の友達。じゃあ、こういうのね、じゃあこれはもしかしてあなたが描いたの？え、かわいい。ね、上手。あ、さきちゃんも使ってるアプリ。あ、ほんまや。へえ。上手。え、かわいいね。ね。なぜって書いてる。ステッカー欲しい。買う買う。え、かわいい。あ、かわいい。そこからもらいます。あ、もらった。早く買えもういい加減にしろ、いい加減にしろ。ここに置いてあるから確かに。だけど気になるのはあの同じ日のいやいやかわいいよ。ごめんなさい。かわいい。失礼な男だな。あ、そう、日本のジャパニーズタイに住んでます。タイに住んでて、リオナリ、リオナリ、リオナリ。フォローしたいんです。フォロー、あ、嬉しい。ありがとうございます。オナリ夫婦の。はい。あ、すごい、日本語だ。日本語でやってるの。4年間で日本に住んでいたことがあって。どこに住んでたんですか？東京と広島に。すごい。あ、すごい、日本語上手。また、今日の夜見ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ください。買う。かわいい。一緒にいるだけで幸せだよ。カワウソ？いや、なんか全部かわいい。タイのお守り。え？タイのお守りシール？タイのお守り。こういうの見たことありますか？え？日本のお守りは神社で買う。そう、神社。でもこれはなんかネックレスとして。かわいい。かわいいというかなんかあれ、かわいい、かわいい。めっちゃ受けてる。めちゃくちゃ受けてる。爆笑、何言っても笑ってくれる。この私これ欲しい、これ。じゃあそれ3枚買おう。うん、3枚買います。シール、めっちゃかわいい。かわいいね。かわいい。ステッカー買う。はい、かわいい。かわいい。はい、オッケー。オープンか。日本に行きたい。また日本で働きたい。日本で働きたい。そうなんですか。日本好き。日本が好きです。今なんかデザインの作品がすごい心を込めて作れる民族だからすごい人間です。なるほど。なるほど。ものを心を込めて作れる人たちだからって。あ、なんかお金だけじゃなくてなんか精神的に意味があって何かを作る。そういう物語を吸収してなんか日本がすごいだなと思います。日本のものづくりの魂をリスペクトしてるの。嬉しいね。めちゃくちゃいいこと言ってくれる。日本人がなんか日本人がどこに生きるのかっていうのを とっていうのなんかゲラだ。でもタイも最高です。タイも最高。タイの食べ物とか、タイの人たちが、人たち、あったかい優しい人が多い。うん、みんなマイペライマイペライって。チャンディシャンショープタイ。はい。ポンショープタイ。コプンカー。コプンカー。おい、なんてほっこりするんだ。なんていい。なんていい子なんでしょう。ああ、ちょっと涙が出そう。トニーもあんな子になってほしい。めっちゃいいな。嬉しい。ねえ。これ大事にしよう。うん。かわいい。似顔絵いいね。貼っとき？うん。部屋に。床に座って寿司食います。いやー、めっちゃほっこりしたな。ほっこりしたね。どれ食べていい？どうぞ、好きなの食べな。いいの？うん。じゃあこれ。それ何？
のどぐろと見て。のどぐろか。うわ。いいな。すごいいいよ。すご。まさかタイでのどぐろ。うわ。うわ、溶ける甘い、うまい、うん、うわ最高のいっちゃった。トロいく？トロね、俺、これ、うん、どうぞ。いただきます。うまい。わあ、とろける。うめえ。中トロだ、中トロ。うわー、いいね。じゃあ交互に。いいよ、めんどくさいから続けて食べていい。俺どれ食べていいの？でもいいよ。ホタテ。いいよ。選ばしてあげる。先選ばしてもらったから。マグロ。うん、いいよ。サーモン。いいよ。ホタテ。うん、いいよ。ホタテ。最高。マグロ、サーモン。両方いっていいよ。マグ、サーモン。両方いっていいよ。いいの？そんなバカな。うん。マジサーモン。あー、楽しいな。本当にお祭りに来てるみたいで。来ようか。ね、明日も来たいね。うん、3日間やってるからね。うん。トニーも連れてこようか。どうぞ。あ、いいよ。本当にいいよ。お腹いっぱい？食べたいだって。いや、もう顔がめちゃくちゃ食べたい。顔してるから。いや、いいよ。別にお腹いっぱいとかじゃないけど。お腹いっぱいって言うて、じゃあ。あ、じゃあお腹いっぱい。じゃあ。もう食べれないから買っていいよ。あ、いや、ちょっとね、まだまだいっぱいね、面白そうな箇所あるんですけど、うん、ちょっと見切るのもまだまだ時間がかかりそうなので、ね、今日はこれにて退散しますか。そうしましょう。いや、あと幼稚園の時間もね、詰まってきたので ね、すごいな。いや、面白かった。面白かった ね。はい、そんなわけで、はい、今回は、バンコクで開催されている日本博覧会に行ってきました。いや、なんか日本ちょっと帰りたくなったな。さすがにね。さすがになんかうわー日本ってなったね。なんか使っちゃったな今日は。ちょっと使ったな。うん、いやでも日本の良さを知れたのと同時にタイの人たちのなんかあったかさを知ったわ。うん、そうだね。なんかすげえほっこりしたんだけど。うん、よかった、ね、よかったね。うん、なんか日本もさ、日本にあったらこんな博覧会とかあんま行かへんやん。うん、行かないね。タイやからわざわざこう来てるっていうところもさ、うんうん、あるから、なんか日本では素通りしちゃう文化とかも、うん、改めて海外の人に向けたらこういうことをなんか日本っていう印象があるんだなとか、うんうん、なんかそういう海外目線で日本を見れた感じで面白かったです。うん、楽しかったね。うん、こちらですね、3日間の開催ってことで、もしかしたらこの動画が上がってる頃にはあのもうね、あの開催終了してるかもしれないんですけど、はい、あの毎年開催されてるみたいなんで、気になる方は、ぜひね、来年も行ってみてはいかがでしょうか。いや、すごい大満足のイベントでした。楽しかったです。はい、いろいろお土産も買えて大満足です。大満足。帰ります。